バゲンよしおさん、お疲れありがとう。うん、明日昼夜、昼昼夜、上手端っこ上手。おお、すごい、よろしくお願いします。こんばんは、こんばんは。お仕事終わらんから、お仕事まだギリ、頑張れ。頑張って、お仕事、お昼行くね、楽しみにしてる。わっ、7月31日の夜公演当たったよ、嬉しい。会えるんだね、私。それ花は誰のもの公演、私初日だから。頑張る、頑張れる、ありがとう報告。8月はまるまる夏休み、すごい。そっか、なんで？なんで？春休み、春休みじゃない、夏休み。すごいいいね、もうどこにだって行けちゃうじゃん。金友さん、タコありがとう、タコ炭泊ありがとうございます。飲んでるのに全員リコチのショールーム見始めて。なんで全員？会話がなくなった？なんで？先日からリコチのモバメ撮り始めたよ。ありがとう、ありがとう。リコチメールで返信待ってます。嬉しい。明日は DMM です、よろしくお願いします。いっぱい映れるようにいっぱいレスしていく。おーすごい、明日2公演とも全力尽くします。ぜひペンライトを振ってください。振ってね。おー、明日昼公演いきます、嬉しい。夜は行くよって、嬉しい。2公演とも当たった人もすごいね、嬉しい。韓国アイドル、違う、日本でイベント。あーすごい、カムパですか、ついでに休むのね、いいね。リコチのカラーのペンライト全力で振るね、嬉しい、嬉しい、ありがとう。ぜひ水色と黄色で染めてください。ラジオ読まれてびっくらこいた。そうだよ、ラジオすごい良きラジオで、なんかスタッフさん、そのスタッフさんに聞いたら、あの一番初めに お便りを送ってくれた人だったって言ってたよ。あ、なんか鳴ってる、そうそう、だから喜んだみんなで。明日の会場は傾斜ありそうだから後ろでも、え、全然見える、私多分最高列の人の顔しっかり見える、見えたい覚えがある。楽しみ、僕タイムマイカーも楽しもうな、うん、楽しもうな。明日って平日なのでは、なんか平日だけど祝日らしいよ。そう、祝日らしいよ。あつっかり、僕タイ、僕タイ明日昼夜行くで、やばい。あ、でも見たかも、遠足気分、ワク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 。遠足、遠足だよ。おやつは何円分でもどうぞ。好きが止まらん。無言。確かに。そっか、すごい。角さん、バラありがとう。ありがとう。チキン野郎、あと7人のおバカさん。めっちゃ可愛い、ありがとう。かわいい、ありがとう。あ、明日海の日なんだ。明日髪型は考えてる。千秋楽はポニーテールで挑みたいけど、昼公演何しようかなって悩んでます。祝日だよね、海の日だって。日本は海の日いいね。海の日、海の日、海の日に千秋楽迎えられるってなんか幸せだね。おつれちれち、新公演よろしくお願いします。そう、え、ハーフツイン
白くなっちゃった。配信ある外国なんか DMM わかります？ DMM DMM で配信されるよ。なんでこんなに私今白い？白くて何にも見えなかった白くて白くて何にも見えなかった。私がほらこうしたらいいのか、ほらこうしたらいけた。ツインテールにする。面白い。うん、明日埼玉から初めて見に行きます。素晴らしい、気をつけてくるんだよ。嬉しいね、僕の太陽公園で会えるって。はるるんさんかわいい、ありがとう。明日は僕の太陽公園です。ツインテール、あの人行くよ。あなたは、あなたは、どうしよう悩んでるね。千秋楽私も辛くてちょっと寂しい。あ、これ兄の服兄のジャージを奪い取って広島に。でもこれすごいサイズが小さめなので、もう私服です。ポニーテール、夜公演はポニーテールって決めてる。なんか私千と千尋の千尋みたいあ、心の中でリコちゃん今日の髪型は何かなクイズしてる。嘘、あのあれでおばあちゃんでファイナルアンサーどうしよう悩んでる。悩み悩み。このお洋服かっこいいですね。ジャージです、ジャージです見せ方の癖。ちょっと寂しいよね。これすごい着やすいからずっと着てるかも。私ジャージが好きなんだよね。ジャージが好きなんだ。ツインテいい？ほんと？確かにおうちこり公園でも絶対僕の太陽公園です DMM よろしくね。ぶんちゃんハートありがとうお、広島にいます。前乗り、同じ空気吸ってる。触覚私長いんですよ。どうしようかね。おやっきーさんありがとう。チンアナゴ答え、言葉が出てこなかった、うん、そう。こんばんは。お、明日は朝移動して昼夜公演参戦して。星何星って何？ハーフアップいい？頑張る。確かに前髪上げるのありか。あ、白くなっちゃった。どうしよう前髪上げようかな。途中から上げたんだよね。途中から上げちゃおうかな。ツイン賛成？本当？じゃあ昼公演ツインにしようかな。どんぐらいの高さがいいかな。確かに僕の太陽公園、初めて見に行く僕の太陽公園で千秋楽ってなんだかご縁がありそうだわ。どう？
白い白いよ白いよ。ゆきいらさんファイトありがとうありがとう。きよにペンライトありがとう。あり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 。 DMM で見てね。リコチ T シャツ最高。一泊いいですね。一泊確かにビバハリケーンあれが見納めですね見納めですね。寂しいですね。涙が止まらん。絶対泣いてない絶対泣いてないけ、うん、午前中に広島着くけど夜公演まで何して過ごすか作戦会議中、うん、かき氷食べる。丸美食堂行くホタテちゃんホタテありがとうホタテありがとう、うん、チューチュール。サイドポニーいいね。ランランランのステップ見納めしてください。サイドポニー、サイドポニーもいいですね。どうなるんだろう。私も泣いてると思う。寂しいもん。ランランランのステップってどんなステップだったっけ。勇気ありがとう。ハートありがとう。ありがとうございます。一つ結び派です。千秋楽は一つ結びで行こうと思ってる。いやいやー寂しい。おみかんちゃんかわいい。ありがとう。よい。確かに横だけ見てた。明日も亀子あったらね。ね、すごい笑ってくれてありがとう。8ヶ月ぶりだって。千秋楽まで怪我のないようにね。はい泣くよ。世間は三連休いいね。でも泣いて泣いてるって。あ、嘘待ちえ、3日もさお休みあるって幸せじゃない。私も幸せでしたよ。卓球もありがとう。シーホース、三つ編みもいいですね。どうしよう。登場から号泣してた。チャイムどうしよう、うん、でもみんなと僕の太陽公演楽しかったな。また新しい公演2期生でしたいな。みっちゃんレインボースターありがとう。ハートもありがとう。死ぬひこちゃんのレイガン明美死ぬしやだー。すごいめっちゃ好きです。なんかそれリネタも言ってた。恥ずかしい思い出せない。恥ずかしくて思い出せないよ。うん、捻挫気をつける。もう今も痛い。アニモノのジャージ、アニシャぴったりなの。 S サイズなんだよね。私ぴったりだからもうもらっちゃうよ。全観客が泣いた千秋楽宣伝映画の宣伝。全米が泣いたって。うん、お仕事もお疲れ様。昨日も仕事、明日も仕事、三連休全部仕事。うん、お疲れ様。チキン野郎ありがとう。ハートチキン食べたいチキン食べたいってチキン食べたい。カメラに、あ、後日 DMM 再生するのでカメラにバックレスいただけると嬉しいです。イエーうーん寂しくなるね。レイダウン好きだったな。ピッコリーが小さい頃に着てたのかな。これ出してきた。上から引きずり出した。15分。あ
イドルなんて呼ばないでのファン本当か。えから汗なんでなんで、でも明日汗かきたくないよ。最後まで可愛く終わりたい。私は個人的に福田あかりさんプロデュース公演に出て思いっきりアイドルを楽しみたいですね。確かにこのジャージは新入りです。私のジャージの中で新入り。おうちこり公演したい。おうちこり公演で盛り上がりましょう。もうね多分ねユニットも踊れる気がする。ハンツツハンツツツツルツツ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 。絶対みんなに伝わってない。先輩、私あれ言い出したの私なんですよ。それであ、リコチそこ言うんだねみたいな、じゃあそこでカメラ合わせるからみたいな、マイクもいっぱい上げておくからみたいな、それが始まってどんどんメンバーも言ってくれるようになった。それが始まりでした。先輩トゥルトゥルトゥツーハイトゥルトゥルトゥツツ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 ツ。ずっと私はアイドルなんて呼ばないでだった。アイドルなんて呼ばないで、なんか私がアイドルなんて呼ばないでって変な感じ。私はいつでもあなたを見てる。ピンピン下手くそな下手くそなウィンクですいません。ハリーさんレインボースターありがとう。確かに違うユニットしたかったな。風に揺れるひまわりは太陽に向かい咲いている。果てしない葉の半空に両手伸ばしているんだ。もしも風に打たれても溢れる涙をゆずゆずね、ユニットシャッフルできるかと思ってたけど最終的には、うん、シャッフルもなしに千秋楽を迎えてしまいますが、きっと新しいスタートになる気がする。花は誰のもの公演も始まるし、でもやっぱ劇場ん？アイドルなの？ん？ 48 グループの醍醐味は公演なので、いっぱい公演できますようにいっぱいできますように。うん、確かにそんなこんなわけ。タメコチからのタセコチ蹴り合いです。はだは誰のもの公演も当然すごい、はあ、お清めそう、私はジュリエットしたかった。前髪がかかろうな名指しはまるで、本当にそうなんだよ。アイドルなんて呼ばないでの衣装を着てる私を見たら、本当に私なんか一人だけなんかタオル巻いて出てるみたいな感じ。マジお風呂入ってる、うん、ほぼなんか裸みたいな状態で踊ってるんだなって改めて気づいて私お風呂入ってるのかと思った一人だけ公演中そう、懐かしいね。リセットしたいですよね。リセットしたいですよね。うん、答えるわけないじゃんその質問して何が楽しいのちょっと私よりよくないの。確かにポンポン隊したかった。シアターの女神公演とかもしてみたいし、うん、僕の太陽公演に公演に行け、タキシード仮面さん予習だって素敵
きオリジナル見てるってすごい。汗かきだからいつも公園の時頭にタオル巻いてる。私もタオル巻いて公園出たい。汗かかくかきたくないけどかく。最終ベルが鳴る公園、うーん、私はパーティーが始まるよ公園とパジャマドライブ、あとは NMB さんでだけどここてん、ここにだって天使がいる公園、ここにだって天使はいる、チキン野郎7人のおバカさん、スイカ、スイカありがとう、スイカのジュース、タピオカパフェ、アイスも持ってる、ありがとう。スイカフラッペっていうの、スイカフラッペありがとう。でスイカすごく好き、スイカすごく好きだから嬉しい。スイカ食べたい、定期的にすごくスイカが食べたくなります。あーいいね、恋愛禁止条例どんな感じなんですか。私あんまり見たことないけどすごい可愛い、うん、見た目がね、パーティーが始まるよ、あそうなんだ、演出なんかしたいよね。気温にありがとう、スイカビバハリケーンの吹っ飛び先輩、全然嬉しい嬉しい、ありがとう。確かに僕の太陽公園って本当に素敵な公園だと思う。一番なんか2期生にぴったりだったなと思う。本当恋愛禁止条例公園似合うかな。ビデオネーム物足りない体にもっと沼ってもっと沼って、恋愛禁止条例は割とかっこいい。そうなんだ、何その、まだ私全然ついていけてない。公園もっと知りたいな私、ラムネの飲み方公園とかピンマイカーのセドリも神ですね、私もう好き。あ世界はどこまで青空なんだろう。工藤さんって他のグループの公演見に行ったことないの、行ってみたい。すごい私は HKT さんの公演に行きたい、行きたすぎる。リセットをすごい見に行きたかったけど行けなくって、でも終わっちゃって私ここ天公園だったら私絶対失敗するから私絶対失敗するからとか言いながら絶対ダイスを転がしてはい絶対絶対ダイスを転がしてような気がする絶対失敗するからもう決めた。お願い背中のチーパーちょっと上げてちょうだい、甘えた声で言われるとこれがいい絶対ダイスを転がしてはい、あリセットやってる、まだやってるんですか、私もう終わっちゃったかと思ってた、うん、何度も狙えてどんな歌だっけ。確かに私ほのたんさん、おきさんのジッパーぜひ叶えたいよね。うほうほうほう、つらい、ゴリラの役似合いそうって、私だ意外と繊細なウサギちゃんなのに、あ何度も狙いがダイスを転がしてなんだ、曲名知らなすぎてごめんなさい。そう絶対絶対何度も狙いその曲になりそうだよね絶対ジッパーは可愛いメンバーがさせてもらえる、私は面白メンバーに入れられちゃう、うん、ならあれがいいな、あでも生歌枠欲しいよね、
ポタンなんだから、私だってとっても繊細な女の子なんだからリコチビジュアル面なのに面白い。赤座に行ってきます。確かに 3R でジッパーしたいね。それなら 3R がいるからさ、ジッパーお願い。リコちゃん選抜のジッパーも 3R で、リネリコリンコ。あ、いいね、高崎彩子の世界が雪の、この世界が雪の中に埋もれる前に、あれすごく好きです。しっとり、あ、鬼の上着したい。なんだっけ、 O-N-E-W O-N-E-W、 おにゅー、もう 3R 公演しちゃう。え、鬼の上着いいな、私したい。お尻フリフリする役がいい、最後おにゅー。どんな、おにゅーの上着買ってきたのよ、ちゃ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 、汚れてたから洗っても落ちない。この振りが好き。最後でも難しそうだな、こうやってピッて止まるの、止まるの難しそう。うるさいだけでひどい。アイドルの夜明け公演で天国野郎で毎回へんてこな格好してます。へきへき嬉しいじゃんと思う。私も天国野郎したいですね。あ、アイドルの夜明け公演で天国野郎があるんだ。そうなんだ、なんだイエーイみたいな。天国野郎どんな歌だっけ。あ、ちょっと忘れちゃった。嘘つきのダチョウ全然知らない。ここ前公演はフルで見たことがあるんだよね。私ダーリンダーリン、ちょっと待って、青い月だ、ジャ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 ダーリン。これちょっと全然ちょっとできなかった。うん、めっちゃ歌す、この歌好き。やっぱでもレディオネームですね、私の、私がリクエストしただけありました。マイカー公演に、あで恋のリクエストお願い。上履き面には十分選ばれる可能性があるね。ジッパーはジッパーは前座ガールズいいですね。安兵衛さんお疲れ、ありがとうありがとう。スイカもありがとう。ポジティブになりたいときリコちゃんの配信を見る癖がつきました。ポジティブになりたいのかいネガティブなのかい。うん、私もレディオネーム大好き。泳ぎながら入っていきます。あーあー、花垂れ公演の1曲目教えて。え、じゃあ当てようよ、じゃあ当てようよ教えるわけないでしょ、教えるわけないでしょ。なんでそんな質問するの。上履きの衣装めっちゃ可愛いよね、私も好き。黄色がいいな、お尻フリフリしたい。どうだとバレリーナ衣装を投げるの好きだった。そんなのあるの。君が代で出ようかな。君、国家斉唱の役割しようかな。暗闇、あ、いいですね、シングル1枚目だもんね。アイドルの夜明け公演ってドル明け公演っていうの。口移しのチョコレート、私それがいい私それがいい。広島にいます。ヒデキンガーさん、かわいい、ありがとうヒデキン、名前を呼ぼうとしたら変なところで、変なところで切っちゃった間違えちゃった、うん、天国野郎なのでダメです。口移しのチョコレートがいい。口移しチョコレート、口移ししてよそのなんかねじ込ん
しい音を立てる私だってセクシーにできるときはできるもん色気だって出せるもん。天狗色リコちゃんウブだからもう大人です。大人です。チョコレート英語で打つ、うん、天国やろう、イエーイみたいな、やりたい。コスプレですできるんだ。天国やろういいな。口移しのチョコレート、大事なところだけ把握してるよ。チョコレート、口移しして大きな口でみたいな感じ。絶対違う。大きな口で、なんかやだ。抱きしめられたら一瞬でも減って灰になってしまうよ。このまま二人で逆上がり公園で抱きしめられたらがある。絶対嫌だ。大きな口できれば小さい口がいい。それな、大きな愛でもってなして、大きな愛でもってなして、大きな愛でもってまして、そこんとこ気ままじゃ嫌よ。背中から抱きしめてもらう、抱きしめてもみたいです。知らない歌だ。でも多分知ってる歌だ。照れます。わっはっはと笑わない。クスクス。笑っちゃったじゃないか。笑っちゃった。うん、禁じられた二人。私はもちろんぴゃちゃんとしたいけど、ぴゃちゃんは絶対私としてくれないだろうな。らしくらしくらしくないね。結構私初期は全然歌を知らなかったけど、いっぱい知れるようになった。オケラ、どの何の歌があるっけ。禁じられた二人、禁じられています。でも結構禁じられてる私たち。私たちなんか引き離されがち。実は16人姉妹の STU に帰省は見たいでます。何その歌、何その歌。ぺちゃんがなんで嫌がると思うの。でもなんだかんだノリノリでやってくれるんよね。なんか最初の頃レイダウンで、なんか本当は2人でイチャイチャする場所があるから、なんか次はどっちがなんか攻めでみたいな、次は私が上に乗るみたいな、なんか毎回なんか企画してやろうねって言ってたけど、結局なんか私は恥ずかしくなって、もうそれができなくなっちゃって、そうね。それでお互いもうなんか全然恥ずかしくてできなくなっちゃったの。でもぺちゃんは意外となんか恥ずかしさなしに結構そういう話題を出してくれる。私は恥ずかしくて何も言えない。何も言えないぺちゃんに。でも明日でそのぴゃちゃんとダルブラブレイダウンも終わっちゃうのかって思うと寂しい。そう、 AKB さんのそうグループの曲カラオケで流して勉強してた。愛の結晶とか、結晶とか歌えなかった。意外とぴゃちゃんは大胆。確かにおしめし。リコちゃん意外とウブじゃない。ウブじゃないよ私は。私はウブじゃないよ。意外と控えめ。うん、控えめ。ペちゃんは意外と大胆。実はね、どこの何のジャージなんだろうこれ。わかんない。でもペちゃんが積極的なのかな。でもぺちゃんも意外と推しには弱いです。意外
とやろうっつったらやってくれる。うん、ウブですから。夕日が沈む空を見ているか、ウブリコチ。泣かないでね。あ、手もでもの涙したい。降り始めたペちゃんの可愛い歌声聞きたい。でも私がもし卒業するってなったら、絶対ペちゃんと思い出のほとんど歌う。思い出のほとんどは一緒に過ごした。あとなんかこの前あの2期生で春夏秋冬を披露させていただいたんですね、5周年コンサートで。君のことは絶対忘れないよって。そう、君のことは絶対忘れないよ。なんかメンバーとたまに卒業公演とかする時になって、1曲だけできるってなったら何するってよく聞くんですよ。そしたらやっぱ後悔なんてあるわけないかなとか、なんかそうとか。私はその時はあの前しか向かねえとか、なんだっけ、アイスのみなんだっけ、そういうのを歌おうと思ったけど、あ、春夏秋冬でもいいなって思った。君のことは絶対忘れないよペーンって終わるんだよ。君のことは絶対忘れないよって約束して終わるのもいいなって思った。終わりませんけどね。でもいいよね、なんか卒業のソングにもなれる歌だよね。あー、これサッカーなのかな。納得してるかも。号泣。泣かんで。あ、ジワルデイズいいね。しみじみしてる、わかる。なんか私黄昏れるの好き。ウブって何ですか。ウブは私のよう、私じゃないよ。グラビアやりたかったけど、もう多分一生できない気がするから。でも私あと2キロ痩せたい。あと5キロだ、5キロ。あと5キロ痩せたい。でもあと2キロ痩せたい。一瞬、一旦2キロ痩せたらお買い、あのご褒美のお買い物をするっていうのが楽しい。確かに距離、私距離の詰め方がマジであのゼロ距離だよね、人と。怖いよ。そう、誰とでも仲いいからさ、思い出のほとんど誰とでも歌えちゃうかなって思うけど、やっぱぴゃちゃんと思い出のほとんどはそう一緒に過ごしたねって感じだもん。笑ったり泣いたり喧嘩したり、喧嘩ないけど、なんか喧嘩っぽいことしたことあるわ。ぴゃちゃんのお箸を私が勝手に使ってた時は怒られた。確かに。泣かないで僕の、なんでやねんアイドル、いいね、いいね。私そうゼロ距離なんだよね。あと5キロ、そう。え、でも確かに骨になっちゃうかも。そう、ピーンってピーンってなっちゃうかもしれない、うん、そう怒られちゃった、ぴゃちゃんに。そう、それは結構よく話す私の常識のなさエピソード。人の箸を勝手に使う、本当に常識のない私のエピソード。今のリコチが好き。でもなんか私痩せたけど、4キロ痩せたけど全然痩せたって思われないし、だからあ、明日痩せたリコちゃんに会えるって思ってくる人は、そんな痩せてなかったってなったらもう何も言わずにそっと辞してね、思考をそっと辞してね。あれ、リコちゃん普段のデブコチじゃんみたいだったら、だからそっと辞してね。そこも目的では来んよね、さすがに公園に。でもコロナ禍じゃなかったの、ぺちゃんの箸を使ったのは。細いって思った。でもこの2日間結構食べたんだよね。美味しかった、いっぱい。
確かに私が最後の時は卒業生呼ぶな。タム、タムは絶対呼びたいな。そう、 SNS に書いたらダメよ。リコチが痩せた、痩せたって思っ、リコチ痩せたって自分でめっちゃ言いふらしてたのに、実際見たら全然痩せてなかったみたいな。リコチ、リコチが全然痩せてなかったんですけど、あと5キロ痩せてほしいです。彼女に伝えるように SNS 書き込みます。そんなことされたら私泣いちゃうよ。ほんと？シュッとした？リコチは体柔らかい。リコチ的一番プニコチだったのいつ頃？うーん、常に常に、そう、うん、常にですね。うん、ペちゃんも、でもペちゃんはねずっと優しい。うん、もしかしたらそうだよ、センシティブ、タウトフォー。やばいね、家族で同じ歯ブラシか。でも、あ、確かに歯ブラシの共有は厳しいよね。うん、いいね、多分私の公園にも来てね。私の公園にも来て。ジョシンさん、かわいい、ありがとう。サウナスーツ、えらい、ランニングだって。サウナスーツ、確かにタムの大学卒業式出席しようね。タム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 、私は、私も大学生になろう。急な、急にならないよ。マイジバランスできるほど柔らかい。即席 Y 字バランス。歯ブラシでもさ、なんか別れたパートナーの歯ブラシでトイレ掃除して、それで、うん、うん、それで渡すみたいで、歯磨きなさいみたいな感じにしてトイレ掃除した歯ブラシ。やばいよね、そう考えると。絶対に、絶対にもしそういうシチュエーションに巡り出会ってしまって、あ、これは私の歯ブラシだ、トイレ掃除されたかもってなったら気をつけます。恐怖だよ。よく YouTube とかで見るドッキリみたい、わかんないけど。ワイジバランスすごかった。えらい、サウナースーツ、炎天下に水いっぱい飲みな。ぴゃちゃん、ぴゃちゃんなの？あ、その歯ブラシ、さっきトイレ掃除したやつだよって。あれめっちゃ大好き。うわ、アニメのやつが出てきた。最近よくハマっているアニメの YouTuber さん、その人はなんか収録検査をアニメでしてくる。そう、殺された、うん、なんか全部答えられないと殺しますみたいな感じの人。急に動画を流してしまいすみません。バンジャラモンスターさん、ありがとう。初の落とし、チキン野郎、7人のおバカさん、かわいい、ありがとう。うん、うん、普通に顔出ししてる人、多分もうこれ言ったらわかると思う。それでは、それでは面接を始めます。そこのあなた、好きなアニメを。僕のヒーローアカデミアです。うん、いいですね。無個性と。そう、こういう人。あと2キロ痩せれるかな。
私新公演まで2キロ痩せたいんですよ。でも多分私減量末期になって醤油とかまた舐め出すと思うからどうしようって考えて、2キロは難しいかな。こんばんは、青春ガールズ公演でドンティスターブ。おーいいですね。あ、いいですねって言っちゃった。いいですね。おーセリフがあるんだ。そんなの知らないね。見てみたい。なんかさ他のグループさん、他のグループさん、他のグループさん8人公演とかしてるじゃん。いいなと思った。今ベストだと思う。嘘、全然。あ、でも体は軽いし動きやすいよね。あと服が一応何でも入るようになった予習してきました。早い。ユニットは変わらないのかな。ずっとずっとそうだよ。アイドルなんて呼ばないで。そう、私髪の毛重さもあるか。マイカー公演が不安です。カピバラミキャー君かわいい、ありがとう。マイカー公演してるじゃん。あれは6人でユニットじゃん。8人っていうのがしてみたいんだよね。しかもなんか別々な感じがいい。どの人たちみたいな、みたいな。あーどうなんだろう。やったことないからじゃない、8人公演が。だからしてみたい。公演っていうのがどんなのか気になってる。ライブとは違う。でもまあなんか坂道さんのライブとは全然多分印象は違う気がする。公演16人、公演はうーん定期的に行われてて、なんて説明したらいいんだろうな。でも多分他のハロプロさんとか坂道さんとかとは違う。1時間半2時間ぐらいあるんだけど、ずっと同じところで踊ってるけど、盛り上がりますよ。かかとがガサガサしてる。そう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 、確かに記念日とかやらない。確かに記念日とかツアーでやる感じじゃなく、もう定期的にやる。確かに結構小規模というか、そんな1万人とかじゃなく、あの大きい周年コンサートとかではなく、本当船の時は350人入ってたんですけど、今は初めての、今は会場を転々としながら100人200人300人、そんぐらい。でもどうだろう、そんな感じですね。公演すごい私は好きです。そう、初見です。クラコン見てファンになりました。一瞬のスリル、踊ってほしい。ハーッとしたい、キュンとしたい、ドキッとしてしまいたいこれを見てファンになったってどうしたものか恥ずかしいな。嘘でしょ8人声慣れてるんだ。確かにどっちもいいか。やっぱそうだよね。久々に16人声、私のこと見つけて絶対によなんていうの、よそ見よそ見よそ見したらダメだからよそ見させないよちょっと口説き文句。県民文化センター、前にもやったことある。2期生の2周年コンサートを県民文化センターでやる。
やらせていただいたことがあって、あ、お見送りがあるのもいいところだよね。コンスコー SA48 グループの強み、公演の強みだと思う。定期的にやって、それ全部広島でやってるの。そうだね、広島でやってる時もあったけど、ラストシップツアーっていうのがあって、船が劇場だったんですよ。それがなくなっちゃう前、お別れのラストシップのツアーをしたんですね。それは瀬戸内7県回った、瀬戸内7県回ったんだよな。そう、香川、神戸でやりましたよ私。勇気ありがとう。夏の年、初見さんこんばんは。そう、ピコチシカ。でも私最近目立つのが嫌で、もうどうやって目立たないか必死に考えています。そう、私はもう目立つのはごめんです。もう人前に立つのももしかしたら私苦手なのかもと思ってきた最近。私いるだけでなんか先生に、いるだけで、私先生に怒られるの全然いいんですよ。いるだけでなんか空気を乱してる気がして、私の存在だからもう私目立つのはごめんです。なのでこんな感じ、こんな感じで私いつもです。はい、わかりました、やってみますって感じ。もう目立つのごめんだから。うん、反抗期です。私ついに反抗期が来ました。公演が東京来ることは、私はないね。きっと行けるようになりたい、行けるようになりたいね。うんうん、そう、なんで私がソロ公演をするみたいな、やめてくれー、何も言わないで。何今の、情緒不安定すぎて私どうしよう、もう怪になっちゃう。存在感を消します。でも明日は存在感を出します。出せないけど、情緒不安定。そう、私がいるだけで空気乱してるよ。雰囲気は全然悪くしてる。私のせい、反抗期なのでさようなら。ダークライダー、船に何回私は乗ったんだろう。じゃあ明日よろしくお願いします。私はもう、お、11時過ぎてる、もう寝なきゃ。ありがとうございました。いじめないで私のことなんて、いじめないで。うん、おじし、配信で見守ってる、あの誰もいつか絶対よろしくね。確かに AKB 明日よろしくね。カピバルミキャ君バラありがとう。ノリミオさんファイトありがとう。タッキーファイトありがとう。リクチしか見えてない、優しい。なっちゃんが配信で私のこと褒めてた、好き、2公演よろしくね。リコちゃん汁なし食べたよ。いや機嫌直して、直す。さようならみんな。うん、指示やめて。うん、指示やめて。なんか急
切れちゃった。CG やめて。さよならみんな、さよなら。CG はして、 CG はしないで。汁なし担々麺は食べる、食べよう。おやすみなさい。配信なら見れる、そうだ見るねって、よろしくね。いっぱい配信にもレッスン送る。7人のおバカさんありがとう。お疲れとファイト、優しい。 CG やめて。CG はやめないで。じゃあね、おやすみなさい、おやすみなさい。おやすみなさい。カズポさん、キートンさん、ヤジウマさん、ミクミクさん、ジンタン焼きさん、スラッシュ、なんだろうこれ、ピッさん、ソレナルさん、ワタちゃんさん、ポムさん、ハルルンさん、ユウキさん、マスノレさん、ジンさん、そんなことないよさん、ジョナラゴさん、マシャさん、修行中さん、ひまわり29さん、タヌキとタヌキとタスキさん、近くごくらくまるさん、コバちゃん、スケーモンさん、ダンケうどんさん、タツヤポン、アンドーナツさん、青色大好きさん、エンマコオロギさん、35mm さん、ジュンナさん、キオニーさん、ヨーク、ボヤッキーさん、ナベさん、ブンちゃん、そして本日の気持ち先生は今日ハリー先生です。ありがとうございます。ヒデキンガーさん、ノリミオさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘチェン第3位は金友さんでした。すごい、金友さんが私の配信で壇上にいる。ありがとう、ありがとう、感謝夫人、ありがとう、パチパチ。そして第2位はチキン野郎7人のおバカさん、ありがとう。壇上嬉しい。チキン野郎、チキン野郎め、皮を早がしてやろう、焼いて食べちゃう。ありがとう。そして1位は角さんでした。角さんは明日2公演リンコの分まで頑張るので、私だけを見てね、私と心の目でリンコを見て、右目はリンコ、左目は私のダブルセンターでしょうが。ありがとう。他のペンライトを振ってたら許さない、許さない。許さない。じゃあね。バイバイみんな、私の配信を見てくれてありがとう、怪我ないように頑張ります。みんなありがとう、配信を見てくれて。イエーイ。モビさんハートありがとう。広いから見えないでしょ、そんなこと言って。私のことを見てくださいよ。ひどい、そんなこと言っちゃうの。じゃあねみんな、おやすみなさい、また明日ね、グッナイ、のしのし、ビッグラブありがとう、ほいじゃあまた明日ね、カピバラ美希くん千万両ありがとう、ありがとう、健やかに皆様、健やかにシキシキビーム。ねえ、あと5公演すごい。ありがとう。じゃあ皆さん健やかに、健やかに行きましょう。バイバイ、また明日、健やかに、健やか。バイバイ、おやすみなさい、健やかに、大好き私も、バイバイ、健やかに、合言葉は健やかに。カニー、ちこやかに、バイバーイ。ウケる。